はい、皆さんこんにちは、ノックアウトチャンネルです。今日はね、12月13日に行われる井上尚弥対ポール・バトラーの試合に、ついてね、どんな感じになるのかをお話したいと思います。まあぶっちゃけちょっとね、ポール・バトラーじゃ井上尚弥との試合楽しみかなっていうのはちょっとあんまりないっすね。まあ実力的に考えて、まあかなり差があるのかなと。多分また井上選手が圧勝して終わるんじゃないかなっていうのは、そう、まあ予想ですけど、僕の予想は。まあバトラーもね、そんなにこれといった選手に勝ってないんですよね。で2敗がテテと、昔にやったテテと、あとはロドリゲス、はい、ロドリゲス。まあロドリゲスはね、井上選手がもう、そうですね、WBSS のそうですよね、はい、やった試合ですね。時に、ね、2ラウンドでね、あの秒、まあ秒殺しちゃってますから、まあそのロドリゲスに、バトラーはもうほとんどフルマークというか ほぼポイント取れずに、負けてるんで、それ考えるとやっぱちょっときついかなっていう。でまあバトラーパンチあればまだ、ね、別なんですけど、パンチもそんなあるわけじゃないんで、はい、まあ井上選手を脅かすっていうのが、なかなかそういうチャンスっていうのは来ないんじゃないかなと思うんですよね。まあ普通に考えて、これはもう井上選手圧勝、早い回での KO 勝ちかなっていう予想ですね。ドネア戦に比べるとちょっと勝負論っていうところで言うと、まあドネア戦に比べたらちょっと、ね、緊張感っていうか、そういったものはまあ感じないですね。まあかといってね、井上選手は相手が誰あれあの練習で手を抜くってことは絶対ないと思うんで、まあ本当に集中してね、今回も仕上げてくると思うんですけど、まあでもほとんどの方の予想が多分序盤 KO 勝ちって、ね、はい、みんなまあそういう風に予想してますけど、はい、まあ、そうなりますよね、普通に考えたら。ちなみにイギリスのブックメーカーの予想だと、はい、オッズは井上選手、まあ、ちょっとこれ変わってるかもしれないですけど、井上選手は 1.03 倍、 1.03、 はい、で、バトラー選手11倍、はいはい、まあ、1.03 ってね、もう競馬で言ったら本当超ド本命ですからね。はあ、なるほどね、そんな感じだったんですね。はい、数字的なもので言うとなんですけど、はいはい、まあ、年齢差は、バトラー選手が34、はい、で井上選手が29歳ということで、はいはい、で身長がですね、バトラー選手が3センチ高いんですけど、はい、リーチは井上選手が6センチ上回ってるんですね。まあでもね、井上選手に関しては、まあ、リーチとかぶっちゃけあんまり関係ないですからね。踏み込みが、めちゃくちゃ早いし、タイミングが、はい、やっぱりタイミングの取り方なんでね、リーチよりも当てるのっていうのは、なので全然そこは関係ないと思うんですけど、はい、まあ、ただバトラーじゃやっぱりちょっとって感じですね。まあ日本人初のね、4団体おそらく取るでしょう、はい、井上選手が。あのバトラー選手側は、井上選手のウィークポイントは、はい、ディフェンスであるとおっしゃってるんですけど、うん、この点については内山さんどう見ますか？ディフェンスめちゃくちゃいいじゃないですか。名古屋ね、どこに穴があるんだろう、わかんないですけど、まあでもね、ちょっと逆にね、バトラーに頑張ってもらいたいとはありますけどね、やっぱ試合をより面白くしてもらいたいんで。どうなんですか、内山さんも、はい、倒すことをみんなが期待してるじゃないですか、はいはい、で井上選手も今もう倒し方ぐらいまでみんながこう、そうですね、期待しちゃってる時って選手としてのマインドはどうなるんですか？いやでも僕もまあチャンスあれば倒したいなっていうぐらいだったんで、ぶっちゃけ試合判定でもいいやっていう考えはありましたから、だから直哉もそんなに絶対倒そうっていうのをそこまで深く考えてないと思うんですよね。あ、やってる中で普通に多分倒せるっていう感じだと思うんで、だからその意識は多分ないと思いますよ。逆にね、あの判定まで行ったら行ったで、それはそれで、ね、見てる方僕としてはラッキーですし、やっぱりあともう最近見てもすぐ終わっちゃうから。それはもう井上選手が強すぎるがゆえの、そうだからね、あのドネア戦なんかは本当にもうあの短いランでしたけど、ものすごいそのね中で凝縮された時間があったんで満足しましたけど、普通にねちょっとなんつうんですか、下がりすぎて駆け引きなしで一瞬で終わっちゃうとちょっと面白くないんで、まあまあだからまたまあ井上選手がどういった感じでまたこうレベルアップしてるのか、技術とかね、いろいろそういうのを見たいですよね。はい、はい、井上選手バンタムに上げておよそ4年間ぐらい経つんですけど、
内山さんから見てそのバンタムに上げてからの井上選手の進化した部分ってどんなところを感じますか？進化はまあでもやっぱり、僕はパワーやっぱナチュラルにだん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 こうなってきて、減量もそんなにね、減量昔はやっぱねすごい下の方まで落としてたんで、減量区で結構力出ないかなっていう時もありましたけど、今はもう本当に万全の状態ですよね。パワーがすごい、とにかく、うん、そこじゃないですか。買い替えってすごいなと思ったらやっぱり、安定感とパワーが、本当についてきたなっていう感じはしますね、それでいてスピードはね、スピードも速いし、でディフェンスいいし、ね、打たれ強いし、そう考えたらやっぱりなかなか隙ってないですよ ね、だってスピードあってパンチもあってだって相手からしたら嫌っすよね本当に気を抜いたらねパチコン打たれるんですから、何打っても威力がある、ある意味バトラー選手もよく受けて立ったっていうか、そうですね、いや本当ですよ、ね、バトラーチャンピオン取って、割と期間ね短い間でもうすぐいやだからまあそこもね、まあ、バトラーの男気というか、そういったところにもまあいや偉いなっていう部分ありますし、逆に言ったらね井上尚弥と合わせばね、4団体統一できるっていう、またバトラーにとっても本当快挙、歴史的快挙になりますから、これ以上ないジャイアントキリングです、ね、いや本当っすよ。いやこれもし井上尚弥に勝ったらもうバトラーの株がまあね一瞬にしてすごくなりますからね。まあでも井上尚弥負ける姿は想像つかないな全然。まあ万が一何かのタイミングでダウン取ったとしても、そのバトラーがそれでも勝てないっていう感じなんですよねね、あのパンチ食らって、ね、危機はしましたけども、そこから持ち直して、ね、ダウンを奪うっていうところはまたねやっぱすごいですよね。しかもあの時はね目がね、あの時間かかってちょっとやっちゃってずっと二重になってたって、その状態でやっぱね戦ってダウン取って勝つんですから、すごいですよね。でまあこれで4団体を統一して、まあ、上に押さえられるであろうというところですよね、見たいですけどね、上げてどこまでだから階級上げていけるのかっていう、内山さん的にはどの辺までこう、まあ、その今みたいな無双がどこまでいくかっていうのと、ね、ベルトを取るっていうのはまた別かもしれないです、ね、そうですね、スーパーフェザーでもいけんじゃないですか。体格がだって結構もともと骨格があって体重も60何キロかあるで普段が、なんで、まあ、いけんじゃないかなと思いますけど、全然普通にナチュラルなウェイトで戦うぐらいまでいくと、スーパー、内山さんと同じ階級まで、スーパーフェザーとか、までいけると思うんですけどね。うわ、下手したらあのパッキャとかフェザーとかみたいな、何階級制覇も下手したらその階級制覇も記録取ってしまうかもしれない、いや数年後には。そうですね、まあ、それはねちょっと日本人としてやっぱ誇らしいし、面白いですね、楽しみですね、まあとりあえず13日はね皆さんまあ圧勝で終わると思いますけども、ぜひね試合をね見て楽しんでもらえたらなと思います。井上選手頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。